1965年に公開されたアメリカ合衆国の映画。父親を殺され復讐に走り、お尋ね者、キャットバルーとなる娘と、彼女に協力する男たちを、ナットキングコールとスタッピー系の音楽に乗せた、語りなど随所にミュージカルの作風を取り入れて描いたコメディ成分劇。オープニングでは、コロンビアレディが女ガンマンに変身する演出がある。ジャック・パランスは、 シェリーン役を希望していたが受け入れられず、逆に、カーク・ダグラスには断られた。同様に、キャサリン役も、アン・マーグレットが予定されていたが、彼女に断られた。公開4ヶ月前に、肺がんで亡くなり、本作が遺作となったナット・キング・コールは撮影中に、病状が悪化していたものの、その様子を伺い知ることはできないほど役を演じ、美声を披露している。 実家に帰省する途中のキャサリンは、列車の中で護送中のクレイに出会う。クレイは、叔父のジェドやキャサリンと一芝居打ち、保安官の手を逃れ逃亡する。バイオミング州、ウルフシティの実家に戻ったキャサリンは、牧道のジャクソンから推理券目当ての、サー・ヘンリー・パーシバルが父、フランキーの牧場を欲しがっていることを聞かされ、さらに父を狙う殺し屋ティム・ストローンと遭遇する。 キャサリンは村のスクウェアダンスで再会した逃亡中のクレイとジェドに協力を求めるが、いざとなると頼りない返事に呆れるばかり。最後の手段として高額で殺し屋のキットシェリーンを雇うが、かつてのスゴウでは、どこへやら今は銃を持つ手もおぼつかないほど酔いどれていた。おまけに先に払っていた50ドルも逆代となって消えていた。しかし、酒を飲むとその様子は一変し、 見事な銃裁きを披露する。キャサリンはシェリーンにストローンと対決するよう頼むが、シェリーンはおじけづき、さらに父が彼女の目前でストローンに射殺されてしまう。保安官のエドに訴えるもパーシバルに抱き込まれていると知ったキャサリンは復讐を誓い、お尋ね者だけが出入りを許される壁の穴村へ向かう。そこで列車強盗を企画し、成功させた彼女は、 本物のお尋ね者になるが、奪った金はヘンリーが経営する開発会社の従業員の賃金だった。金でヘンリーとの間でお互いに手出しをしないと、示し合わせていた壁の穴村の住人たちから避難され、さらに行き違いからクレイは去ってしまう。金を返すよう迫るストローンと決着をつけるべく、シェリーンはトレーニングに励み、見事に蹴りをつけ、自分とストローンが兄弟であったことを告げる。 さらに次の計画を企画する。シェリーンに対してクレイは反対し、キャサリーンに結婚を申し込み、彼女から断られるが、シェリーンはキャサリーンの本心を見抜き、クレイをたきつける。キャサリーンは単身、パーシバルの元を訪れ、色仕掛けで誘惑し射殺する。彼女は逮捕され、公主刑に処されそうになるが、クレイやジェド、ジャクソンや、シェリーンによって救出される。 逃亡する場所の中で、クレイと結ばれたキャサリンは、後に無法者、キャットバルーとして、人々の語り草になる。1965年には2060万ドルの工業収入を記録し、同年の映画工業トップ10に入った。2役を講演したリー・マービンは、第38回アカデミー賞や、第22回ゴールデングローブ賞で、主演団優勝を獲得するなど多くの賞を得た。 非評価からの評価も高く、AFI ア,アメリカ映画100年シリーズでは2000年のアメリカ喜劇映画ベスト100で第50位、2008年の10ジャンルのトップ10、西部劇部門で第10位に選ばれている。ありがとうございます。